フラワーポイントがないんやな。見て、あのすっきりした顔、ムカつくね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、あれだな、フラワータウンだ。まだ終わってなかったよね。確か前回、あの太陽を、太陽が昇るようにしたんか。あ、で、これや、これこれこれ。どの持ち物を使う？豆の木の種、豊かな土、美味しい水。あ、なるほど。このままの状態の土じゃいかんのやね。豊かな土？全く汚染されていません。土のいい匂いがします。よし。これを敷いて、え、めっちゃなんかこんもり山になっとるけど大丈夫な。ならさんでいいんかな。豆の木の種。早く植えてくれと言わんばかりにピクピク動いてます。怖い。土がなくなった。美味しい水。キーンと冷えた水。太陽にかざすとキラキラ光る。できたんか、これで。なんか、元の状態に戻ったような感じがするけど。お、なんか思っとった感じと違う。ああ、これ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 。こういう感じね。あの、ジャックと豆の木的なやつ。え、このペースやったらめちゃくちゃ時間かかりそうやけど。てか、細いな、こんなもん。あ、かわいい。なにこれ、雲？さくらんぼソフトクリーム。あ、ねえ、あれ、左奥にさ、バッジ落ちとるよね。あれ、何のバッジ？あ、虹がかかっとる。ほほほ、見事に育ったの。これで雲の上まで登っていけるじゃろ。頑張るんじゃぞ、マリオ。それにしても、何やらわしの言う場所の日当たりが悪くなったようじゃの。お、不満。しょんぼり。しょうがない、しょうがない。とりあえずあれを敵やっつけてきて、なんだこれ、どうやって登るんだ。終わったら、あ、自動的に行ってくれる感じね。終わったら、あの、伐採してもらって、えでもみんな手とかないけど大丈夫か。ほらほら、かわいい。手前のはドーナツかな？ペロペロキャンディーと。あ、で、ここやろ？あのバッジがあったとこ。あの左奥にあったと思うんやけど。なんだ、どこだ？え、なくない？え、なくない？ねえ、ない。ねえ、ないよ。この辺にあったと思うんやけど。ねえ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 。ねってば、ねってば。ねってば。ん？今なんか一瞬。あ、見てー。うわ、乗れた。あ、ここや。イエーイ、ジャンチャージ。そのバッジをゲット。何？ジャンチャージ。スーパーチャージをするとジャンプの攻撃力が3アップする。スーパーチャージ？ジャンプの攻撃力が3アップ。通常攻撃が3アップするってこと？今2やけん5になるってことか。え、今2よね。え、違った？え、今のバッジどれぐらい？あの結構さ、あの動画映す前にレベルを2、3ぐらいか上げて、バッジがさ、いっぱい持っとるのに全然つけれんかったけん。見て見て、バッジポイント18になったよ。やばくない？やばくない？結構つけたよ。素早く変わる、ハッピーハート、寝顔のパワー、ハート増える、ダメージヘール、ピンチでラッキー。ダメージヘール結構ね、見てこれ、6もいるんよ。やばいよね。マリオの受けるダメージが1、しかも6も使っといて1しか減らんっていう。でも多分、ボス戦には、そういうの、積み重ねが大事な気がするけん。え、で、さっきのさ、ジャンチャージ S2。スーパーチャージに必要なフラワーポイントは4。あ、なるほどね。そっか、フラワーポイント、フラワーポイント増えてないんよね。とりあえず、今回のレベル上げでは、バッチポイントを増やそうと思って、フラワーポイント増やしてないけん。どうなんやろう。でもな、通常攻撃でかくなるのはいいと思うんやけどな。
え？2やろ？ってことは外すとしたらどれ？外すとしたら、え、どうなんやろ？素早く変わるな。この辺絶対いるやろ。ハッピーハートは絶対いるし、ネガーのパワーも絶対いるし、ハートフェールも絶対いるんよ。ダメージヘールもいる気がするんよね。ピンチでラッキー。素早く変わる。うん、どちらか、素早く変わるかな。でもこれ4やけん。これ外したとしたら、え、でもさ、多分これからボス戦やろ？話の流れ的に。ってことは、そこにこれがあったってことは、きっとこれは役立つと思うんよ。っていう、私の思い込みかもしれんけど。いや、ほんとはこのフラワー節約、これもつけたいんやけどさ、これも6なんよね。やばくない？で、6も使ってやっぱり1しか減らせんっていう。でも残り2、2あるんならなんかつけたいよね。まあ、邪魔なもんつけてもあれなんやけどさ。あれなんやけどさ。え、でもなんかな、特にないな。じゃあまあ今回はこれで、いっか、行くか。よし。え、よし、行こう。さあ。お、階段みたいになっとる。後ろの雲がかわいい。お、あ、これ絶対そうやん。あ、でもここに到達した時点で始まるとかそういう感じではないんやな。え、待って待って待って。え、ちょっと一旦ここで、どこでもセーブしたこーっと。よし。これでいつでもここから。はぁ、あ。殴っていく。お主がクモクモマシンを壊したマリオ中安でごわすか。あ、そういうお相撲さんみたいな喋り方？今、現実のお相撲さんそんな喋り方せんけど。よくもやってくれたでごわす。フラワーランドをクモだらけにするわしの計画が台無しでごわす。なんでお相撲さんってこういうイメージがあるんかな。これって、もともとはなんだ？九州の方？え？方言かなんか？そんなん使える人、見たことはないけど。世界中を雲だらけの楽園にするっちゅうのがわしの理想でごわす。それがわからないやつはみんな許さんのでごわす。鹿児島とかこんな感じじゃなかったっけ？違った？そこにいるのはジョナサン。さてはわしを裏切ったでごわすな。誰ジョナサン？お主もマリオもろともやっつけれでごわす。あっ、これか。誰やった名前。ポコピーやったっけ？そういえばジョナサンって名乗りよったね、最初。星の精はクッパ様からの預かり物。お主らには渡さないでごわす。わしに歯向かったことを後悔させてやるでごわす。何？ボタンを押してないのに勝手に。おー、これは、あ、そういう、そっか、え、あ、ここに来るのね、スーパーチャージ。どうしよっかなー。フラワーポイント20しかないんやし。回復、あ、でも一応回復はあるんやねー、フラワーポイント。言うてちょっとしかないけど、よし、一旦じゃあやってみるか。ジャンプの攻撃力3アップ結構でかいよね。よし、いきます。ジャンプの攻撃力が3アップだ。あ、そのターンは攻撃できんのや。そのまま攻撃できるんかと思った。ためる状態ってことは、今あのポケモンとかでいうところのパイポ投げ乱れなや雲隠れ。どうしよっかなー。まあ、でも1体やけんね。え、1体やろ？でか。絶対当たるやん。え、なんか出てきた出てきた。お相撲様、おいらもマリオをとっちめる。見ててくれ。え、なんか、任せたでごわす。分身みたいなん出てきたんやけど。ちょ。やめてよー。え、なに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 、それ、え、回復していく感じ。よくないって。え、だって今さ、こっち、え、4のダメージ与えたよね。で、4回復したよね。満タンやん。やめろよー。え、これで普通にジャンプすればいいってこと？でもこれが溜めるで、次にこれ使うってことかな。
は。ほんとや、5人。え、なんかもっと増えたんやけど。え？これは周りのやつもちゃんと倒せるってことかな？敵全体。あ、なるほどね。そう、ちょっとでも数を減らしたい。え、じゃないとこいつら全部吸い込んで、おお、結構減った。あ、そっか、こっちに攻撃もしてくるんよね。やめてよ。え、てか全員同じ体力ではないの？うわ、また。あれ違う、吸い込んでない。なに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 、え、なに攻撃、こっちへの。やめてくださーい。おー、なんか結構弱い。でも最初7やったよね。え、ちょっと待って。あ、そうよ、あのレベル上げシール時にさ、ちょっと普段と違うものをいろいろ試そうと思って、この辺のね、星の精の技とかも使っていきよったんやけど、この力を抜いて、私普段マジでさ、ガンガン行こうぜ状態やけん押して押してなんやけど、うまくいくと少しの間敵全体の攻撃力を3下げる。これだいぶいい感じやったよこういうのボス戦とかにね、使うべきよね、きっと。力を抜いて、寝顔のパワーもあるけんね、だいぶ、ほらほらほら、だいぶ溜めやすいし、使ってこう。そして乱れ投げ。あー、しかしフラワーポイントが少ないんだよ。よし、いけ。うわ、減ったのにまた増えた。やめてよ。お、え、ダメージ受けない。あれか、こっちへの攻撃がさ、あ、そう、1体につき1やってやんか。やけん、攻撃力が3下がったら0になるってこと？あ、やばい、そういう感じか。え、めっちゃいいやん、それ。超いいやん、それ。ちょ、待って。どうしようかな。もう普通にジャンプしよっか。フラワーポイントないしな。いや、でもな。回復あるけん、スーパーチャージしよう。回復使い切るまではもう、使おう。ボス戦やもん。出し惜しみしたらいかん。でもここは今1体やけん、これでね。そういうところで節約してこう。よし。1体の時に無駄に全体攻撃をしない。ん？よーし、いよいよわしのすんごい力を見せるでごわす。なに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 ？お相撲様、マリオはおいらに任せて。やめろよ。あ、え、これ何ターン続くんやろ？この相手の攻撃力下げるやつ。なに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 ？え、ため攻撃来るやん、これ。あ、でも攻撃力は下がっとるね。これ普通に攻撃できる感じかな。え、いけるんかな。とりあえず攻撃してやろう。はっ。え、痛い。しかもめっちゃ増えた。なるほど。え、ため攻撃中は無理ってこと？感電する？やばいな。乱れ投げ。じゃあさ、まあでもこれは周りのやつもいっぱい減らせるけん、これは乱れ投げでいくか、全体で。いけい。これ本体には攻撃与えるとんかな。え、これ2体は絶対残る感じ。なんか毎回2体残ってない？同じだけのダメージを与えとるはずやのに。フラワーポイントが完全にゼロになったぜ。へへ、ごわはははやったでごわす。え、これ3下げて8ってこと？いやー、つらいー。さすがウズボン様。まだ下がっとるね。ちょっと待って、回復しよっか。あ、ちょっと待って、この辺も使っていこう。攻撃力7。あ、てか今私さ、あれなんよね、アイテムで、あ、やっぱフラワーポイント回復した方がいいかな。いや、でも、とりあえず下がっ、まあ、別に防御が下がっとるわけじゃないもんな。攻撃が下がっとんよね。ちょっと道具の全体攻撃から使っていこう。いけいけー。やべえ、めっちゃ増えてる。超増えてる。あ、やべえな。やっぱフラワーポイント回復した方が良かったかな。
めっちゃ増えた。怖い。いやでも下がってるから今。お願い回復しないでください。全員数、これどれぐらい、こっちにダメージこんのはいいけどさ、いや辛い。これあれか、攻撃力下がるの終わった感じ。力抜かしとこ力抜かしとこ。消えたよね、矢印のマーク。常に下げとくぐらいでいいと思うよしよしよし。これ二重でかけることはできんのかな。いやまあ余計なことをするのはやめよう。無駄にするかもしれんけん。いけーい。オズモンの体力どれぐらいなんやろうな。あ、素早く変わる。私外したな。なんか外した気がする。ちょ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 。ふう、よかった。よかったよかった。そっか、外したんか、ボス戦前に。で、ジャンチャージエースをつけたんやな。おいー、私。私。物知り。これは、あれか、一回使ったらずっと見える感じか。か？見して。オズモンだよ、大きな蜘蛛の怪物だ。最大 HP は60で攻撃力は5、防御力は0だ。最大 HP60 やって。1、2ずつの攻撃やとしたらめちゃくちゃかかるな。で、今どれぐらい？時々力を貯めてダメージが大きい雷攻撃をしてくることもあるんだ。オズモンを攻撃するとダメージの分だけ分裂して小さな蜘蛛の子蜘蛛ができるんだよ。これあれやな、バトルに突入して一番最初にしとくべき感じかもしれんね。で、別にジャンチャーシエースもいらん気がするな。子蜘蛛を放っておくとオズモンは子蜘蛛と合体して HP を回復してしまうんだ。こいつを攻撃するときはよく考えて攻撃しようね。ね、体力見えんけど。あ、見えた。あ、あと 11？ え、意外と減らせてる。マジか、そういう感じね。これ攻撃したらこっちも減るけん、願っとこ。願っときましょう。で、周りに別に子蜘蛛も出てないけん。え、これ別に栗を引っ込めても大丈夫よね。見えるよね。仲間、意外と減っとってちょっと嬉しい。フラワーポイントがないんやな。見て、あの、すっきりした顔。ムカつくね。よし、ここで減らそう。いや、でもなんか、ねえ、体力見えてない状態やったら永遠に続きそうな感じがしたけど、体力見えるようになったらなんか気持ち的にめちゃくちゃ余裕ができるなと思ったね、だいぶ余裕ができるな。これってさ、周りに子蜘蛛が出た状態でもオズモン倒したらもういける感じ？むぐぐ、まずいでごわす。こうなったら体を張って戦うでごわす。さっきまで体張ってなかったの？大丈夫ですか？まだまだ行くでごわす。何？何？何するの？え？なんかどっか行ったんだけど。どういうこと？今のが体を張った攻撃？別に自分にダメージとかないけど。え、どういう。最後は、あれだな、星の降る夜で決めてやろうじゃないか。もうこれで、フィニッシュやろ。よしよし。体力見えた途端からすごい余裕。やったー。え、第二形態とかないよね。え、ないよね。あ、やった、レベル上がったやん。ね、フラワーポイント増やそう。レベルアップ。フラワーポイントの最大値5増やそう。技をたくさん使いたい人におすすめ。よし。わしが負けるはずがあったんだよ。負けたんだよ。あ、めっちゃ子蜘蛛になった。星のせい？え、これ何体目やっけ？何体目だ、これ。少年かな？小脇に本を抱えてる。
あ、動けるのね。いつもこれカードから出てきたら若干ビジュアル変わるんよな。あ、出てきた出てきた。ステージクリアー。ってことはまたあれや、ピーチ姫のターンがやってくる。雲の魔人オズモンを倒し、マリオたちは6人目の星の星を助け出すことができました。あと1人じゃない？え、よね、きっと。空を覆っていた分厚い雲も振り払われ、フラワーランドは再び太陽の光を取り戻しました。星の星はあと1人を残すのみです。ピーチ姫に会える日までもうあと少し。でもクッパ城のカメックババもこのまま何もせずにいるわけではなさそうです。なになに？セーブして続けます。